ごしあずみは、Google に就職というテーマの第2回です。Google 社を舞台に採用試験をリアルに描いた映画。 インターンシップに登場する主人公二人がリモート面接で問われる非現実的課題をクリアして本社面接に進めるのか映画自体のストーリーと難問に対する正当にたどり着くプロセスを含めて岡田さんの解説をご覧ください。オタキング CH 管理人アマゾンプライムで199円でですね、あの、レンタルできる <laughs> 映画ですね、えー。インターンシップっていうのみんな、みんな見たことあるかな ?2013 年のハリウッド映画です。このインターンシップっていうのはですね、何がすごいかっていうとですね、Google 本社でロケしてるんですね。 <laughs> で、ラストシーンには本物の Google の社長まで出演してですね、出演者と絡むっていうですね、これどういうことかっていうと、これ映画用にある程度のデフォルメもしてるんですけどもですね、かなり事実に忠実。で、この中で出される Google に入社する時の問題とかですね、あとどんなことが起きるのかっていうのもかなりこのね、忠実にやってるんですよ。で、お話自体はもう甘々の サマームービー。サマーキャンプムービーってやつですね。グーニーズとかと同じなんですよ、言っちゃえば。<laughs> 中学生とか高校生が。 一夏のキャンプに行ってきたらなんか成長して帰ってきちゃったよ。人生も学校も恋も全部ハッピーだっていうようなですね、何にも落ち込むことのない映画ですからですね。<laughs> 皆さんこのニコ生の僕の放送の後、何かまだ気持ちがスッキリしなかったらインターンシップをアマゾンでですね、200円ぐらいで見れますから見たらですね、今晩笑って寝れるぐらいのですね、何にもない映画ですよ。行っておきますた。ただ、Google に入社するというのの基礎知識だけは山のようにつきます。 けどもで,すね、で、例えばですね、この二人はですね、腕時計のセールスマンなんですよ。で、かなり敏腕セールスマンなんですけど、腕時計なんてもう誰もしないと。で、会社がですね、閉鎖しちゃうんですね。で、俺たちを首にしないでくれ俺たちはまだまだ腕時計を売ってみせるって言うと、社長はですね、もうダメだよ腕時計なんて年寄りしか使わないよってっいや、若いやつはそうかもわかんないけどっていうふうに言うんですけども、社長がもう呆れたような感じで、たった一人残ってる社員で、経理のばあさんがいるんですね。よぼよぼのばあさんがいるんです。で、そのよぼよぼのばあさんに、 諦めたたよよううにさん今何時時だっっっててて言言んがスマホ出し分で、すよで見ろ腕時計なんか誰も使わないっていうのがもう掴みの方のシーンで、それで結局首になっちゃうんですね。で、このビリーとニックです。このでかい方がビリーで、こちっちゃい方の金髪がニックです。失業してですね、失業した結果もう俺たちどうしようって思ってて、グーグルで仕事探してたら、あれひょっとして o グーグル仕事面接とかっていう風に打ち込んだらですね、ガーッと出てきて、グーグルって面接 してくれるんだと。と。でも、大学生ななきゃいけないけあとは、その、理工系いわゆる理科系のですね、あの、専門でなければいけないというふうなことでですね、ビリーってやつがですね、通信販売で入れる大学を見つけてですね、そこに二人申し込んで、即 Google の面接を受けるって話なんですね。具体的なシーンで言うと、ビリーとニックがですね、変な帽子被って,て、全員被ってるんですけど、これ何かっていうとですね、Google で入社試験を受けるインターンたちは、ニューグラーと呼ばれてですね、新しく Google に入ったニューグラーという 呼ばれて全員こんなに帽子を被らされるそうです。それは何かっていうと、インターンで若い子供みたいなやつらが車内にバッと入っている時にわかるようになるんですね。 で、僕もですね、あの、8月にサンフランシスコ行った時に、グーグルの本社も見学してきたんですけども、わかるんですよ。あのね、まるで本当に遊戯アニメの近くのコンビニみたいなんですよ。とにかくみんな若いし、アメリカなんだけども、なんだろうな。ちょっとみんな幼い顔してるんですね。幼い顔してるからです。本当に学生の見上がつかないんですよ。だから、こんな帽子でも被らない限り、まあまあ本当にわかんないんですよだから気持ちわかるわと。ニューグラーをこんな帽子被らされると。ビルとニックはですね、グーグルの入社試験を 受けれるようになるんですけども、ですね。そこでパソコン面接を受けます。で、パソコン面接で二人はですね。 変な質問を受けるんですね。これが有名な、Google の有名なですね、ミキサー問題です。あなたの体が5セント玉ぐらいの大きさに縮んで、ミキサーの中に放り込まれました。体は縮みましたが、密度は変わりません。60秒後にミキサーの歯が動き始めます。どうしますかパソコン面接というのはですね、あの、ビルとニックは経験したことがないやつで、いわゆる2013年の映画だからスマホも普及してるんですけど、パソコンのあのカメラありますね。あれでお互い顔が見えるようにする、スカイプのですね、あの、映像場の会話のようなことをやるわけです。 5セント玉ぐらいのの大きさにに縮んで、ミキサーの中に放り込まれた。もちろんこれ何をやるのかっていうと Google のこういう質問全部そうなんですけれども喋りっぱなしでなければいけないですね考えてこうっていう回答ではなくてその思考プロセスっていうのを全て測られると 例えば、やっぱ考えちゃうのがですね、じっとしてれば、なんとかなるだろうと。だって5セン0玉ぐらいのサイズということは、厚いもそれだりだし、で、下からミキサーの、あの、歯は、ちょっと浮いたところにあるから、それがぐるぐる回っても平気だろうというふうに考えちゃうんですけども、そういう回答ではない。そういうふうにすると、あ、でもそれだったらだんだん君の体を引き寄せられるとか、中心部で、あの、ミキサーの歯が回ってるみたいなことを言われて、どん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 、一番最初に自分が考えた、割とあの、安直な、トンチ的な回答は、 ダメっていうふうに追い込まれていくんですね。で、どういうふうにするのか。で、ビルトニックはですね、これに対してミキサー問題に対して出した回答が、そのまま寝てればよい。なんですよね。 ビルはですね、そのまま寝てればいいよって言うんですけども、そうするとですね、あの、グーグルの面接官はですね、今さっき僕が言ったように、それではダメだと、ミキサーは永遠に止まらないよ。どうするのっていうふうに聞いてくるんですよね。そうするとビルはカッとなって、おいおい、それはないよ。俺たちはセールスマンだぜと。ミキサーだって売ったことがあるよっていうふうに怒り出すと。で、ニックもフォローするように、ミキサーで現在売ってるもので世界一のミキサーはドイツのブラウン社製です。ドイツのブラウン社製でも11時間連続で回せば絶対にモーターが焼けて止まりますって <laughs> に言うんですね。 そんなことも知らないのかっていう,ふうに画面に向かって <laughs> 怒り出すすんですよ Google の面接官びっくりされてしまって、そういうなんだろうな、現実的なやり返しで始めたんですね。つまり仮想問題、架空問題に慣れていて、ミキサーって世界中に今あるどんなミキサーでも11時間分回したら壊れるよって、俺たち売ったことがあるけど、お前ら売ったことがあるのかっていうふうにビルは問いかけてしまったんですね。なので、Google の面接官びっくりしちゃって、まあ面接そこまでだったんですけども、その後ですね、面接官たち以外で、 次は採用者ばっかりの会議になるんですね。まあちょっと今進みすぎました。で、これは、もちろんこれは Google が望む答えではないんです。なんでかっていうと、論理的な思考力を試す問題なんですね。なので、試験を受ける人間がずっと喋らなきゃいけない理由っていうのはですね、どういう経路で考えているのかを明らかにするため。 なんですね。えー、黙って答えだけ言うのはダメなんですよ。この場合ですね、こうポイントは、もちろんこのですね、体は散りましたが、密度は変わりませんって。なんでこれを言わなきゃいけないのかのこの部分なんですね。で、密度が全然変わらない場合どうなるかというと、まあ5セントコインっていうのは僕らも日本人だからよくわからないんですけど、直径が2センチとかですね、1. 何センチだとすると、大雑把に言えば、 体が100分の1に縮むわけです。で、100分の1に縮むということは、長さ100分の1だから、もし体の密度がそのままならですね、重さは縦横高さ3次元ですから、すべて100分の1、100分の1、100分の1になるわけですね。そうすると100、100×100×100 100で、体重は100万分の1になる。ただし、その100万分の1の体重になる体に対して、筋肉の力はどれぐらいになの筋肉っていうのはですね、その、 例えば腕の断面とかですね、足の断面っていう、断面積に比例するんですね。ということは、体重は体積、つまり三乗、100の3乗に対してですね、筋力、筋肉の力というのはですね、100×100 100の二次元ですね、二次乗にしかならないんですね。なので、人間が100分の1の大きさになった時に、体重は100万分の1なんですけどもですね、実は筋肉の力は1万分の1にしかならない。 イコール、今のジャンプ力の100倍のジャンプ力を持っているというふうに考えれるわけですね。なのでですね、ただ単にミキサーの上に飛び出せばいいというのがもう Google 的な正解なんです。つまり論理力として、もしこんなことが本当にあって体の密度が変わらないならば、 体重が100万分の1になって、そして筋力が100倍になっちゃうってことだから、だったらもうただ単に、まあ50センチぐらい飛べるんだから、ミキサーの上にポーンと飛び出せばいいよ。でそのために、ミキサーには蓋がしてありますかというのに対して、蓋はしていないという、面接官の答えが用意してあるそうです。これがですね、第1の答えで、第2の答えとしては、そのまま登るっていうのもあるそうです。そのまま登るのはなんでかっていうと、 手のひらの摩擦力っていうのはありますよね。これも二次元手のひらですからですね。実はミキサーの裏はガラスでツルツルに見えても無数に突起があると。そして手のひらはですね、この摩擦力というのもこれも面積に関係してるから体重は100万分の1なのに対して摩擦力というのはですね、1万分の1にしかならない100倍あるのでですね、そのままガラスの表面をずっと上に登っていきゃいいんだよと。だから、 虫っていうのは別に手足の先が鍵状になってなくても体重が軽い動物がなんであんなに壁に掴まれたり天井に掴まれたり壁に登れるのかというと別に足に秘密何にもないただ単に重さと面積の問題だっていうのが、まあ、この場合の回答らしいですで映画の中のですねこのビルとテッドはですねこういう面接は散々だったんですけども実は合格を決めるのはさっき言ったように面接官ではないんですね面接官はひたすら質問をしてでそれに対する答えをもらってその答え 質問と答えをひたすらメモするだけなんですよ。実は面接官には採用のですね、権力が何一つないんですね。でおまけにこういう面接をあらかじめ面接官を変えて2回3回やると。 最低でも4回、最大では7回ぐらいやるというふうに言われてます。なんでこの具体的な質問と返答を書いたレポートを書くだけなのかっていうとですね、面接官による偏見とか先入観を捨てさせるためだと言いますね。人間だから偏見とか先入観っていうのを捨てるのは不可能なんですね。なので、実際に会った人から感想を聞くんではなくて、すべてレポートの形で提出するで。そういうレポートと映像データ、 あとはその、その他の履歴書的なものを全部書いためちゃくちゃ分厚いファイルを山のように用意して、次は採用。 だけを担当する人間がですね、面接を一切せずに、それがですね、集まって、それを見ながら、こいつはどうだどうだというふうに、つまり次の段階の Google 本社に呼ぶかどうかを決めるんですね。Google 本社はサンフランシスコのですね、えー、マウンテンビューっていうですね、まあ山の上のめちゃくちゃいいところにあるんですよで。そこまでですね、全世界から飛行機代も出して宿泊費も全部出して Google が呼ぶわけなんですね。だから、金めちゃくちゃかけてるのですね、まずこのビデオ面接の段階でザーッと落としていくわけです。 とはです、ね、この面白い回答でですね、Google が持っているですね、ダイバーシティという多様性というふうなことでですねなんか、なんとなく残った、まあこれ映画ですからですね、残りました。で、まあ見込みあるかもという理由でですね、飛行機、滞在費全部 Google 持ちでサンフランスコに呼んでもらいました。岡田敏夫の YouTube を見てくれてありがとうございます。えー、毎晩ですね、だいたい夜の7時ぐらいにあの新作動画を配信していますので、ぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いします。ではではよろしく。